さあ、そしてその名優新井監督といえば恒例になりましたごま票を今年も行っています。和歌山県の世界遺産でもある高野山、2004年の現役時代に始め解説者監督となっても続けているごま行は、20年以上新井監督が大切にしてきた精神修行の一環です。今年も表面温度300度とも言われる激しい炎と向き合います。ごま木をくべ始めて20分、激しく立ち上る炎は高さ3メートル近くに達します。そしてごま行の後半、去年に引き続き新井監督はある言葉を叫び始めます。私も、今シーズン、絶対に、やるぞという気持ちで、そのありがたいその言葉を捉え、させていただきました。およそ13分間無心に唱え続けました。たかれたごま木はおよそ1600本、苦悶の表情を浮かべながら1時間半余りで終了。新井監督は真っ赤な顔で21度目のごま行を振り返りました。はい、今年も、きつかったなという感じですね。はい、優勝して日本一というのは、ね、大きな目標で当然、なんですけどもね、それとあと選手が怪我をしないように、なるべく怪我をしないように、怪我をしたとしても大きな怪我でなしに小さな、怪我になりますようにというふうにこう、祈ってました。はい、優勝して日本一になるっていうのは当然の目標なので、そういった中で昨年以上にこう応援していただいているファンの皆様にね、こう面白い試合を提供したいなと、たくさん喜んでもらいたいなと、こう真っ赤にね、このごま行の火のように真っ赤にこう燃えさせたいなというふうに思ってます。はい、はい、新井監督、21度目のごま行ですよ。はい、今年は和歌山の高野山であったんですね。世羅の今高野山でもごま行は毎月20日にありますのでいつか地元でいつかでもあんなに激しくないのでこれぐらいやっぱ激しくが必要なんでしょうね。はい、でも本当ずっとこう家族のことを思って、選手のことを思ってね。いや、21回も連続でされることもすごいなと思いますし、やっぱり監督2年目ってなったらまたきっとごま行しながら考えることも変わってきたんだろうなと感じますね。新井監督がこうやってごま行に臨み、そして現在球団アドバイザーの黒田博さんが野球殿堂入りして、なんかで今年ちょっと6年ぶり優勝、そして40年ぶり日本一なんかいろいろ弾みがついていいことがありそうだなという、いいことありそうな巡り合わせですよね。そんな感じがしてきますね。またこの後ですね、スポーツコーナーでお伝えしますので、どうぞ皆さんお楽しみに。